大家好，欢迎回来，我们继续《龙珠战士 Z》这款游戏的视频攻略。我们从第四章的地图四开始，也是上一集结束的地方。让我们来装备一下技能，防御力、普通攻击力提升两款技能，还可以再添加一项。我有两个防御力防御力提升啊，不知道会不会是双倍功效。好，现在让我们来打这个。它有绿标的，就是说你打完之后可以解救这个人物，就可以使用这个角色了。俺なんか悟空に助けられるま…そうなのか。いや、それがですね…またクローンだ。クリリン、説明は後だ。Get ready for battle! 好，二对二。复制人，开打，走你去，走，好漂亮，我靠，整个这个山都给打掉了。好，大招超级冲击波，前期电脑还是比较弱的，这游戏到后面应该会难度会上去。大招结束，大体分かった。俺が突然体が動かせなくなったのは、気が封じ込められるのは厄介だが、てきっとなんとかなるさ。そんな一言みたいに言わないでくださいよ。今は一人でも多く仲間が欲しい。クリリン。なあ、ヤムチャ。悟空、武道家を引退して随分経つ。腕が昔よりなまってるかもしれない。本当に俺が一緒に戦ってもいいんだろう。ああ。せっかく道着も着てんだ。大歓迎ですよ。それにクリリンだって。大丈夫だって。クリリンだってって。啊，现在我就可以用这个饮茶了，但是翻译我非常的不习惯。最早好像记得是叫乐平，翻译成饮茶，差别有点大。好，那么现在让我们来打这个天津饭，这个翻译还是一样的。好，这是饺子。
showdown is about to begin!走你上来！克林来打一下！哇，几招就干掉了。换下乐平，按下他大招，よければこれからは俺も一緒に戦う。戦って、天さん、体心配をかけてすまなかった。こういう時こそ日頃の修行の成果を出さないとな、天さん。だからチャンス、だったら僕チャンス、僕だって天さんと修行してる。わかった、一緒に戦おう。ただし、3人揃ってこの道着を着るのも久しぶり。武道家だった頃の修行の日々を思い、そういやヤムチャと一緒に会えよ。ちゃ、冗談じゃねえよ。それに俺はもう武道家を引退した身だ。いや、俺だって家族のため、ま、クリリンは家庭を守るためにって言ってんだから。でもよ、ヤムチャは結婚もしてねえし、引退それはだな。俺にだってその事情とかよくわかんねえけどよ、悟空。お前そんなことより、それにこの戦いが修行みたいなものだろ。そういうことで納得してくれよ。The battle's about to start. Good luck. 只有一个对手。那么这个是其实是一个教学，根据它上面的提示按键来完成这个教学。是蹲防，好，这个完了，配合对手攻击，连续防御三次。哎，完成了。
还是比较简单的一个教学。跳跃是 R1、哦、跳跃的时候发刚才那个招数。哎，好，今天教学部分已经完成了，可以正式的来对战了。是饮茶的另外一个大招，哇，够爽！其他的没有要解救的人了，那我们来直接打杀戮。把柯林换成天津饭，试一下天津饭，看一下他的招数。戦ったクローンとは明らかに木の質が違う。もしかしてこの木って。確かに。けんどよ、セルの木は感じんのに戦ってる相手。相手の木を感じない。ひょっとしてセルと戦ってるのは。そっか。何か手がかりがつかめるかもしれない。急っ。やっぱりセルだ。18号さん、お願い、やめてください。なんだこの野郎。貴様と孫悟飯の息の根を止める。クリリン、セルの相手は落ち着まない。僕、18号さん、ダメだ。あなたは、すみません。ちくしょう。しらじらしい芝居。まあいいだろう。むしろ孫悟空と戦うチャンスが。すみません、誰だか分かりませんが、俺はセルを倒してくるんで。私を倒すだと。やめろクリリン、おめえの勝手な相手じゃ。おめえさん一人守れずに。おお、随分と強い。当たり前だ、相手が誰だろうと。
啊，他这里翻译的叫赛洛。开战！啊，他这也有教学。空中军事。那叫天津饭。给 KO 掉了。その時に何だと、どういう意味、しまった。くそ、逃げられ、気を感じねえ。探すのは難しい。十八号さん、多分気を失っているだけだと、お医者様に見てもらわないと詳しいこと。そう、あの十八号さんをかばって。 いえ、こちらこそ助かりました。まさか波動の影響下であそこまで力が発揮できるとは。波動なんか知ってんの。もしよかったら18号さんに何が。彼女には絶対にカメハウスから出るなって言っておいたのに。わかりました。実は私、レッドリボン軍に雇われていた研究員なんで。18号さんは波動で意識を失ったところを軍に。何のためにさらわれたのかまではわかりませんが。もしかしてクローンが出現したり。はい、全て軍の仕業です。私は波動によって戦士の気を抑え、これはリンク技術というものでですが、軍の目的が全宇宙の掌握だと知り、18号さんとは逃走中に知り合い、いでも途中でセルと遭遇して。よくわかんねえけど、そんでおめえは軍をやめようとしたら。お願いです、レッドリボン軍を止めて。もちろんです、二度と悪さをできないよう。ちなみにレッドリボン軍の基地できれば道案内をお願いしたいのですけど。すみません、基地の正確な場所はわからないんで。何せ逃げるのに必死だったので。そうですか。あ、そうだ、ブルマさんって人のところに俺たち今から。あそこならここより安全なはずだし。いえ、家族のことが心配なので。私のことより一刻も早くレッドリボン軍の基地を見つけてください。はい、わかりました。